1952年、淀野隆流造4月16日から1967年7月7日は、日本の文芸評論家。フランス文学者、京都府紀伊郡伏見町を生まれ。本名、三吉。淀野家は、伏見箇所町で手広く鉄工所を営んでいた。京都府立京都第二中学校を卒業後、1922年に、 第三高等学校文科校類に入学。野球部に入り、一高三高戦で三類種として活躍した。三高劇研究会に所属し、卒業した先輩の梶井元次郎、中谷隆を殿村茂と知り合う。1925年、三高卒業後に、東京帝国大学文学部仏文化に入学。前年に同校に進んでいた、梶井元次郎、 中谷隆夫、戸野村茂の創刊した、導入し、青空の6月号、通勘4号から、導入参加した。息子が法学部を専攻することを望んでいた父親は、文学者になることに大反対し、状況前に抗論していた。1927年2月、伊豆湯ヶ島に天地療養していた家事を見舞いに行った。その時、与野は参考時代から付き合っていた。 芸儀雅子も伴っていた。ヨドノの両親は、雅子との結婚を反対していた。ヨドノは家ジを通じて、川端康成と知り合い、以降長く、信仰を持つようになる。1928年に、東京帝国大学卒。同年3月25日には、雅子との間に、長女、花子が誕生した。名付け親は参考時代からの友人。 三好達治であった。ヨドノは、マルセル・プルースと失われた時を求めての部分役をして、作家を志し、法政大学で講師をしつつ、文筆活動を送る。一時期には、プロレタリア文学運動にも傾倒するが、カジイ次郎がそれを止めるように助言し、ヨドノが、プルーストの専門家になることを望んだ。カジイ次郎の死後は、中谷隆夫と共に、 家事の全集編さを行った。その後、家業のヨドノ商店を継ぐため、京都市伏見区領外町4丁目の290番地に帰郷した。戦後、佐藤正明の世話で1952年に明治大学文学部教授となった。川端康成は、京都に行くとヨドノの家に立ち寄り、ヨドノも、 鎌倉の川畑を訪問するなど、家族ぐるみの付き合いとなった。川畑は、淀野のの娘、花子を可愛がり、成人した花子は結婚出産後も、川畑と交流するようになる。1963年から1965年まで、明治大学人文化研究所所長を務めた。1964年に文学部長となるが病気の。 ため1965年に辞任。癌をあずらい1967年に63歳で、没した。ヨドの,の息子のヨド隆は、産経新聞記者となり、1968年の、川端康成のノーベル文学賞の受賞式にも、同行した。ありがとうございます。